何かご用でしょうか。
まずはラピッドフレイムの奇襲部隊と交戦してください。広範囲に味方兵力を投入し、建物全体に配置された敵兵力の数を算出してみます。へえ、今日はお前が仕切るんだ。あ、私にだってあれくらいできます。もう少し勉強すればですが。ご気分を害されたのでしたら謝罪いたします。ですがここは私にお任せいただけませんか。元をたどれば我々の失態、責任を持って事態を収拾いたします。あ、はい。負けたわね。能力、人間性、共に惨敗か。いただきます。インテリアも凝ってて、壊してしまうのがもったいないくらいです。おら、しびれるよ。敵の施設を褒めるとは何事か。さては機関スパイだな。とはいえ汚いお金で建てられた建物よ。死体の上に建てられたも同然。
いい施設だってことは認めるけどね。ありがとうございます。我々ネットカンパニーは常に社員の支援に最善を尽くす所存ゆえ。褒めてないわよ。サポートよろしく。ようこそ、ネットカンパニで行くよ。取って、内部電源を確保するための作戦を開始します。非常用電源装置は全部で4つ。全ての電源装置を起動させるとサブ動力は確保されます。ですがメイン動力を確保するためにはセキュリティキーが必要です。セキュリティキーは最上階に位置するコードネームベニンが所持していると思われます。電源装置起動後ベニンを討伐しセキュリティキーを奪取してください。状況を整理します。4つの非常用電源装置を起動後最上階のベニンと戦闘しセキュリティキーを奪取してください。おい、喧嘩すんならよそでやれよ。指揮官、あれ見えますか？まあ見えるとも。二人の熱きサポート魂が激しく燃えているのがね。行くよ。
常電源装置の起動によりサブ動力の確保に成功。これはメイン動力の確保に必要なセキュリティキーの入手だけです。セキュリティキーは最上階にいるベニンが所持していると思われます。素直に渡すとは考えられないので交戦は避けられないと思います。わかったからどっちかにしろっての。指揮官、あれ見えますか。ああ見えるとも。過度な競争が招いた惨劇がね。なりすぎて力を使い果たしたようだな。しょうがない、今から一緒に温泉で背中を流しよう。ストップ、それ以上喋ったらここからひねり出しますよ。いただきます。 Are you ready? 全力で行くよ。どうした？トイレならあっちだぞ。
体がうずく。メイン動力の確保により、クロエさんが直接ブリーフィングされた方がいいですね。ああ、いえ、ランファーさんがやった方が。よっと。専属オペレーターじゃないですか。私よりもクロエさんの方が詳細に説明できるはずです。ネットカンパニーの建物内部なので、ランファーさんの方がうまくサポートできると思います。ここはお任せします。いえ。それでは筋が通りません。クロエさんが。いえいえ、ランファーさんが。何やってんだこいつら。ああ、私がやるわ。新入り、よく聞いて。メイン動力が確保されてエレベーターが動くようになったわ。セキュリティフロアまで上がった後、そこでヘンリーがコピーしていたデータを入手して、はい、動いた動いた。いただきまーす。絶好調。はっ、やっ、スカーの次は私を倒しに来たの。だからなんでこんなことするんだよ。友達の隣の墓に入りたい的な。威勢がいいのね。いつまでそんな風でいられるかしら。ここまでいらっしゃい。今度こそあなたの力を調べさせてもらうわ。自分の会社こんなにする。金持ちはいいね。仕上げはお任せします。開始します。エンゲージ。
俺に耐えられるかしら。なんでこうなるわけ。どうせ今のあなたには理解できないわ。そこまで知りたいなら屋上へいらっしゃい。ふーん、やるなら最後までってこと。セキュリティボックス発見。外部に異常は見られません。データのバックアップをお願いします。変だ。確かに変だ。2日間トイレに行っていないんだが、腹の調子が尋常ではない。外部に異常がないですって。セキュリティキーは指揮官クラスに預けるほどだったのに、こっちはそのまま置いていったというの。これは腹からの緊急信号が。ただでさえ怪しいっていうのに。とはいえ今は他に方法がないわ。データバックアップをお願い。セニア、私はトイレで戦ってこようと。うるさいわね。さっさと行ってきてください。とした理由は。気が短いのね。せっかくここまで来たんだし、一戦交えてみない。あ、もうなんで今さら。あらあら、ごめんなさいね。私に勝てたら全て教えてあげるわよ。やってみない。違いないわ、この力は。そろそろ限界なんじゃない。うっかり行っちゃう前に降参したら。あなたこそそろそろ本気を出したらどうかしら。強いわね。私の負けよ。降参するわ。さて、今度こそ話してもらおうか。ええ、あなたが戦う姿を見てすぐに感じたの。あなたフランマ様とはどんな関係なの。フランマ？何それ。ごまかさないで。あなたからはフランマ様のエナジーを強く感じる。たとえフランマ様のご子息であっても、ここまでは。これではまるでフランマ様ご本人だもの。あなた一体どこでこのエナジーを。意味不明なんだけど、わざわざそれを聞くためにこんなことしたわけ。私にとっては重要な問題なの。けれど本当に何も知らない様子ね。仕方ないわ。またいつかじっくりお話ししましょう。誰が逃がすかって、もういねえし。コードネームポイズン、離脱します。早い、追跡できません。はあ、やっとすっきりしたぞ。はい、とにかく状況は落ち着きました。ヘリ1台、これだけの被害で済んだのは不幸中の幸いです。いや、私が言っているスッキリとはトイレでの戦い。うるさいわね。あっちで寝ててください。へぇー、へっ。
ようこそネットカンパニWe'll be right back.
ネットカンパニー随行秘書ラウファーと申します。
おかえり。